うなんですよね。いや迷ったんですよ、タイガースも。いやもちろん俺も迷ったよ。迷ったんだけど、はい、でもね、なんかね、今年さん、こんにちは。じゃあ、谷繁ベースボールチャンネルです。毎年恒例の順予想、今回はセリーグ編やっていきたいと思います。はい、どちらかというともうこっちに最後まで悩んで朝までやってました。あ、そう。気づいたら俺はね、朝7時。あ、まあ確かにな、セリーグの方がなんか難しいね。戦力がこうどう転ぶかというのはとても、うんうん、ですが、まあ俺はあんまりもう難しく考えない。もうなんていうの、その時のこうひらめきというかね、そこを大事にしながらやってきてるんで、はい、ここ1年2年勘で。だまあ去年は1チームとりあえずやってたからね。はい。今回も、先に順位を発表してから、うん、はい、やりましょうか。はい。じゃあ俺からね。はい。6位ヤクルト、5位 DeNA、 4位ドラゴンズ、3位カープ、2位タイガース、1位ジャイアンツ。おー、何よそのおー、いやいやいや、何何そのおーって違う違う、いやいや違うんですよ、おーやったなみたいな、おーって。違うんですよ、違うんですよ、あ、この後言うんであれなんですけど。ああ、そこ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 。俺ね、ちょっと、あ、まあパリーグのところはね、俺は変えないって順位ね、はい、言ってるんだけど、はいはいはい、まあここはね、まあ言い訳だけはしとく。あ、セリーグの場合は後でね、はい、うん、変える かもしれない。いや変えないんだけ ど、 変えないけど、うん、そういう思いもあるっていうところを。え、じゃあ行きます。うん、え、6位、はい、ヤクルト。これまた裏や。5位ドラゴンズ、おー、まあ、4位、うん、ベイスターズ、おー、え、3位カープ、おー、2位、うん、タイガース1位ジャイアンツ。いや、わかるよ。いや、でも本当にもうここについてからも、うん、今発表するこの瞬間まで、うん、私は阪神連覇にしようかずっと悩んでました。そういうことね。はい、うん、ずっと悩んで。で、俺があのさっき言ってたのは、はい、4位の中日とベイスターズを、はい、まあ、入れ替えたい思いも あるの、どっかに。そしたら全く一緒ですね。全く一緒になりそうだったから、はい、まあ、じゃあもうこのままで俺はいいや。でもA クラス、B クラスはもう一緒ですね。もう一緒になったね。スワローズから行きますか。はい、まあ、ここはどうしてもね、先発陣が足らないっていうふうに、もうまずそこなのよ。で、まあ、ライアン投手と、まあ、奥川投手もちょっと、うん、ちょっとね、コンディション不良というのもあります。もうどうしてもそこなのよ。で、田口もあるでしょ。そうです、はい、田口投手もちょっとコンディション不良というのがありまして、だからどうしてもね、そこがもう頭から離れないのよ。あの、本当にその先発の課題というのは近年あると思うんですけど、うんうんうん、まあ、ここまで本当にオープン戦なので状態というところあるかもしれないんですけど、はい、なかなか打線もちょっと心配というか、つながりがあんまり、まあ、打線の部分に関しては、まあ、そのうち打つよと思うよ、ヤクルトは。そのうち、まあ、やっぱりそのうち打ち始めると思うけど、ある程度はね、はい、だからじゃあその優勝した時のような爆発的な打線 に、うん、はい、になるかって言ったら、そこはちょっとわからないけど、うん、まあ、やっぱもうみんなさ、なんだかんだ年取ってるわけだから。そうですね、1年ごとに、はい、もう 2年3年経ってるわけだからね、うん、あの爆発力っていうのはもしかしたらないかもしれないんで、どうしても俺は下になっちゃうんだよ ね。 そうですね、やっぱりその、ね、主力の選手は もちろん計算立つと思うんですけど、うんうん、やっぱ若手選手ももっと勢いというか、うん、台頭欲しいなという中で、はい、今年は本当にその8番に入るであろう長岡選手がどれだけまた頑張れるかどうかで、そのさ、パリーグの方でね、万波のこと言ったじゃん、はい、やっぱり2年目、1年やった次の年にどれだけ頑張れ
頑張ってレギュラーになるっていうところなんだけど、長岡やっぱり去年ちょっとね、苦しみましたね、伸び悩んだんで、はい、やっぱそうなるとまた今年ちょっとスタートみたいな感じになっちゃうんでね、はい、あとは塩見がね今年はいるんで今のところ、はい、まあ、ここはちょっと大きいのかなと思うんだけど、でも、まあ、さっきから言ったように爆発力っていうとちょっとまだわからないんで ね、 そうですね。あとは時間はもうちょっとかかると思うんですけど、うん、ドラフト4位の鈴木京選手、はい、キャッチャーなんですけど、17歳のまだ、これ聞いたことある、自主トレの時からもう本当に飛距離バッティング練習ですごいって話題になってたんですけど、この前も教育リーグで、はい、もう早速ホームラン打てた映像を見たんですけど、すごいなんかロマン感じるというか、へ、静岡出身の選手なんですけど、はい、一緒じゃん。そうなんですよ、ちょっとそれもあって、まだ時間はもちろんかかると思うんですけど、ちょっとなんかこう勢いのある選手が、まあね、こうやって一軍に入ってきたらいいなというふうに。いいよね、年俸550万そこやっぱ見るんですね最初の年俸、まあ、重要ですよね。俺よりももらってるドラフト4位でまあ30何年前だけどね俺の場合は、うん、いやこれいいよ、ね、評論表が書いてあるよ日刊の。あら、二塁送球は 1秒8台を誇る強肩、高校通算21本、将来の正捕手候補して期待される。え、これ今年はインターバル 1000m、 あ、早いんだ、足も速いんだ、ね、この選手はもうその2年生の時から注目されてたらしい、はいはい、あ、高校2年生の時から。そう楽しみですね、うん、はい、ぜひ見ましょう、はいはい、じゃあ、まあ、この辺がねドラゴンズかベイスターズかっていう、はい、まあ、俺は、まあ、この辺は多少忖度をしながら多少ね、多少、まあ、多少忖度するんだったら A クラス持ってきよっていう、いや、そういや、まあ、話なんだけど、まあまあまあ、いろいろね、ありますから、ね、そう、でも、はい、まあ、やっぱりね DeNA は今永の抜けたところと、まあ、バウアーがまだ分からないじゃないですか。そうか、まだ現時点で15日でしょ今日、はい、まだ分からないから、もしかしたら、ね、帰ってくる可能性もあるし、そうなったらやっぱりちょっと上がると思うのよ。変わりますよね、変わると思う、一人でだいぶ変わると思うんですけど、うん、はい、やっぱそこが大きいかなっていう、でもやっぱ渡来っていうね、はい、元気のいいのが入ってきてくれて本当にすごいですね。あれ元気いいよ本当、楽しみでしたけど、ドラフトの時からなんか本当にねすごい活躍、うん、結果も今ちゃんとそう出してるよね。いや、キャンプ見たけど、はい、ことバッティングはやっぱタイミングの取り方とかうまい、はい、うん、でそのボールを捉えてからのちょっとした間もあるし、はい、だ慣れれば多分打つと思う。でも今の時点でもインコースも結構さばいてますよね。そう、でも、まあ、とはいえ、まあ、今は相手からするとじゃあどこが打てるのか、うん、どこが打てないのかっていう、まあ、わざと打たしに行ってるところもあったりするし、はい、弱点をやっぱり調べてる最中だからね相手が。で開幕してどうなるかっていうところで、まあ、絶対にね壁っていうのはあるから、はい、そこに当たっても今のその雰囲気を俺はなくさないでほしいな、うん、あの選手は。の感じ、そう、ね、あれはね、うん、楽しみですし、あとは牧選手が今ちょっと体調不良でいない、はい、4番に入ってるショートの石上選手、うん、いいね、今永投手に顔そっくりじゃないですかそう、本当に一瞬あれって見間違えるぐらい、打席にあれ今永投手みたいなくらい本当に似てていやでも本当に鋭いスイングありますし、パンチ力ありますよね。あるある、はいはい、なんとなくねあとね、はい、俺が期待してるのはね、あれ梶原センター、うん、まあ、関根選手と争うことになると思います、うん、逆方向にもすっ飛ばしていくからホームランすごかったですよ ね、 この間打ってたの、うん、まあ、投手で言いますといかがですか、はい、俺はねやっぱり山崎が後ろを、そう、ちゃんと後ろを投げれるかっていうところだと思います、うん、あそこがまたフラフラいろんな人がやってると、まあ、チーム的にやっぱ落ち着かないでしょうし、はいはい、だからまあ、ね、僕は
B クラス5位には予想してますけど、はい、もうこの辺はね、本当わからないです。ちょっとしたことで上に浮上行けるっていうのは、ね、もうちょっとなんかがあれば下にも行くし、オリックスから来た中川隼人投手も、はい、かなりちょっと楽しみだなって見て思って、もともと水の浜っ子というか、はい、今はもう貴重なサブマリンですけど、うん、ベイスターズジュニアも昔受けて落ちてるぐらい憧れももともとベイスターズにあった選手みたいで、コントロールもここまですごい良さそうでしたし、これはなんかファンにすごい愛される選手にこれからますますなるだろうなって見てて思うんですけど、はい、だベイスターズだけ4月と5月の途中まで木曜日試合ないの、本当にそれはちょっと開幕のスタートが全然大きく、いやだからこれで開幕ダッシュできなかった場合は、はい、ベイスターズやばいな、そのスケジュールの中でどれだけ、まあね、牧選手が、まあ、多分風邪だって感じなので戻ってくるは思いますけど、牧ダンスしながら戻ってくるよもう陽キャがね今年いっぱいいるんでねベンチに渡辺選手とじゃあベイスターズはこんな感じで、そうだね、ドラゴンズ、ドラゴンズ、はい、ドラゴンズはどうでしょうか。これね、ここがね、俺読めないの、はい、ドラゴンズが、はい、やっぱりね、ピッチャー陣はなんだかんだいいよ、先発も大野投手も大野も帰ってくるから、ね、小笠原でしょ、はい、高橋宏斗でしょ、で柳投手、で柳、大野、梅津、でまあ、涌井もいる、まあ、根尾投手もまあ先発だし、はい、あと松葉投手、あ、そうだね、はい、やっぱ先発中地もいるし、あ、そうですね、中地投手もいますし、いるのよ、リリーフも充実、まあまあそこそこ ね、 そうだね、まあ、清水とか勝野とかね、はい、藤島この辺が安定すれば、はい、あと松山ね、はい、まあ後ろはもうライデルがさ、もう最強がいるから、ね、だからどういう戦い方をしていくかなって、ピッチャーを全面的に、ね、はい、出してやるのかなっていうところと、まあ、今年中田が入ってね、はい、で他にも、上林とかね、中島とか中島かあるメンツはかなり補強してますけど、うん、辻本もいるし、辻本選手はどうですか、開幕サメも全然、まあ、あるんじゃない、あるとは思いますけど、あと、まあ、田中美希也も今年はね、はい、出れそうだし、うん、あとはここまでで言うと三好選手も頑張ってるね、守備もだから、まあ、野手も層はちょっと上がったよね、はい、うん、熱くなったんだけど、じゃあそれが今度機能するかどうかっていうところで、だから機能したら多分 A クラスもあるのよ、この戦力ならあるの、ある十分ある、ありますよね、あると思う、だからね、分からないのよ本当ね、俺3位から6位まではどのチームも正直あるなっていうような感じなの、これ本当に一つのきっかけでもう変わった、そう、誰かが、例えばきっかけっていうのは誰かが本当怪我で長期離脱して、いなくなった、はい、選手が出たとか、うん、まあ、そういうのがあると下に行く可能性がある、だ3位の広島よ、広島、これさすがにさ、Bクラスにはできなかったよね、今年ね、謝罪ツアーに行って、いやでもカープも本当に力を、いや、あるのよ、出てきて、はい、全然もっと上も私も考えたんですけど、うん、っていうところですけど、はい、いかがですかカープは。やっぱりね、ここも中継ぎ陣協力になってきたし、はいはい、でまあ、先発も、まあ、これ大瀬良次第っていうところもね、うん、大瀬良がもうちょっと頑張れば、はい、十分上に行く可能性もあるし、うん、はい、そうそう、あのさ、はい、謝罪行ったじゃん、はいはい、であれみんなさ、俺とエミちゃんが中に行って新井監督とのその映像とかね、多分欲しいと思うんだけど、はい、あれは、まあ、やっぱりダメだったじゃん、そうなんですね、権利の選手、そう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 、いろいろあってね、監督とか、そうなんですよね、そうなのよ、みんなさ書き込みにさ、はい、なんでね、謝罪行ったのにその映像がないんで、そう、映像がっつって、その辺は分かってくれよっていう、そうなんですよ、うん、ですいません、ちょっといろいろね、権利の関係が、そう、あるんですよちゃんとでも謝罪してます、しました、ちゃんと、はい、だその辺もね、はい、だ2年連続ちょっと謝罪行くのもなんか嫌だなと思ってでも、野手すごい楽しみじゃないですか、それこそまたね、出てくる、なんであんな出てくるのかね、広島って、田村選手、昨日ですよ、ちょうど今日15日ですけど、ね、2打席連続エスコンで、
あの飛距離軽く打ってましたけど、相当飛んでましたよね。だって新井監督が、まあ、今の若手の中ではちょっと抜けてるって言ってた。二十歳ですよね、うん、これ楽しみだよ。この選手も小園選手は昨シーズンの終盤からずっと好調をキープしてて、はい、これねやっぱり力つけたね。本当に今年どれだけいくのかっていうのが、うん、あのねそこはね外国人時代だと4番を追うととしてるシャイナーがちょっとシャイナーそれ言いたいだけじゃないでもちょっと言いたくなりますよねシャイナーここがだからハマんなかったら下もあるっていうことですよ。まあその助っ人がまあ大きく、はい、これは大きいと思うね、うん、と私あの中継ぎがまあちょっとその勝ちパターン以外の投手たちがもちろんもっと安定さがあればっていうところあると思うんですけど、うん、あの野村祐介投手、うん、中継ぎでもなんかあの実戦でもやってたんですけど、まあ、あるじゃないかな。それをやってもなんかこうそこでも見たいなっていう、なんか割とカープのリリーフってこうパワーピッチャー多めな気がするんで、その制球力のいい右ってとてもなんか重宝できるだろうなっていうのはあるので、る、ね、そこ入ってきたらまた厚みが出る、ね、出るなっていうのはというところで、ここね阪神にここなんですよね。いや迷ったんですよ、うん、タイガースも。いやもちろん俺も迷ったよ。本当に迷ったんだけど、はい、でもねなんかね今年ね巨人が行きそうな雰囲気が俺はした、はい、だからもうしょうがない、もう阪神2位にするしかない、ね、まあ阪神はもう十分何優勝、はい、だから俺はもう巨人が優勝なんかしそうな感じがあったっていうだけで、はい、もうしょうがない、もう阪神を2位にするしかない。そっか、もう順位つける上でっていう。そうだから、ね、もう阪神も十分、はい、なんていうの連覇する力を持ってるし、ここまで、まあ、あのオープン戦は、まあ、結果はでもね岡田監督は気にしてないところもありましたけど、とはいえさ、はい、9連敗でしょあれはね気になるって。あ、そうか、うん、だって自分でなんか、ね、あれじゃん、縁起担ぎみたいなさそのオープン戦で最下位のチームが優勝したのはこの何年で何チームだって数えてましたね。あれね気になってるから出してくるんだよ記者のことをなんか指摘するぐらいちゃんと把握されてましたけどね、うんうん、まあ、ただね昨年と同様に本当に戦いができれば、うん、できるでしょ、全然できると思います。上に行きますし、はい、まあ、その中で野手は、まあ、うん、去年と同じ顔ぶれもありますけど、はい、その6番レフトに、ああ、まあ、前川選手を使うのか、うんうん、またまたノイジー選手か、まあ、ミエセス選手もオープン戦好調ですけど、はい、そうだね、まあ、そのぐらいじゃない、うん、だから一つその、まあ、不安というか心配なところっていうのはレギュラー陣とその控えの差が、はい、まあ、もうちょっと埋まってくれればいいかなっていうところかな。あのキャッチャーが今梅野選手が怪我ですけど、うん、いやでもねこれはもう坂本が去年から梅野が怪我してからずっと坂本がやって、うん、これはもう自分自力でポジション取りましたよ、はい、だから別にそこは心配する必要ないと思います、うん、でも坂本選手がもう坂本になってます、ね、僕の中では。あとはでももうピッチャーはね本当にそれこそ谷繁さんも門別投手楽しみにしてましたけど、やっぱり今年ブレイク間違いなし、ね、まあ、どれくらいの、 そのなんていうの感覚で投げさすのかちょっと、まあ、それによると思うけど、まあ、中6日とかは多分ないと思うんでね、1回投げましょうみたいな感じになると思うんだけど、いやこのピッチャーはいいよ。なんか高卒2年目ですけど体つきもかなり大きいです。いや、うん、楽しみです。いや楽しみで、このピッチャーは言いますと、うん、であれも帰ってくるでしょ、高橋遥人も帰ってくるでしょ、後輩なんで高校の。そうだね、はい、めちゃめちゃもう、ああ、あのジャイアンツキラーなので、しかもあのもしかしたらその、ね、上で争うならば、まあ、とてもキーマンになる。高橋遥人が良かったらこの球団にも勝てるね、まあ、これはいいピッチャーそうですよね。無双の時あったじゃん、去年一昨年ありました、あのドームで、はい、あれ見たの俺ちょうど、あれはすごかったよね。あれなかなかね、その怪我というところと長年向き合ってきてはいるというところと、まあね、うん、あとリリーフでいうと、はい、あの岡留選手3年目の、お、それ知らないの。去年も日本シリーズで登板してたんですけど、あ、何言った、ごめん、あのアジア大の、はい、左バッターへのシンカーものすごいものを投げてましたし、今年きっとリリーフ陣の中では
あのブレイクするだろうなっていう。俺ね、でも左の中継ぎでキリシキ、ブルペン見たの、ね、これいい球投げるよ。あとあの投げっぷりというか、いい、あの佇まいがいい。でキリシキってもう俺ベテランかなと思った。まだ3年目なんだよそうです、そうです全然若手ですね、はい。だからこう岡留選手とキリシキ投手でこう2人がこう、そうだね、ジョーカーというか、そういう感じになってくるとまた分厚くなるなっていうのは。そうで、あとは青柳ともちょっと喋ったの、はい、今年どうなのって言ったら、今年は大丈夫です。言い切ったもん。多分こう本人の中でいろいろ燃える気持ちが去年あったじゃないですか。で今年あれでしょ、開幕投手でしょ、はい、一応ね。はい。ますから。はい。さあ来たよ。巨人。巨人。これ A クラス全く下だね。いやなんかね、俺はね、はい、今年はね、なんか勝つんじゃないかなっていう、なんかまあピッチャーもある程度ね、はい、入ってるし。はい、で内野、まあ、攻撃陣でいうと、はい、まあ、内野も、まあ、坂本がもう花からサードでね、コンバットされた状態 で、はい、で岡本がファーストに行って、去年までベンチにいて、まあ、正直なところよ、俺がまあ感じたのは、まあ、中田とかね、はい、中島とかベンチにいたわけじゃない。なんかね、雰囲気的にああいう実績のある人がベンチにいるって、なんか周りがこう気を使う雰囲気とかやっぱあると思うのね、はいはい、そういうところも今回ここでなくなったし、はい、なんかね、こうすっきりしながら野球をやれるんじゃないかなって、で外野はある程度競争がちょっとあって、だからね、バランス的にはいいぞっていう、まあ、キャッチャーのところで言うと、まあ、大城一択じゃないのかなっていうところは、まあ、やっぱり山瀬とかね、あと、まあ、今小林選手もそう上がったし、はい、岸田もね、はい、使っていくだろうし、うん、だその辺でもう一回こうお城にもこう競争意識っていうのを与えると、うん、またワンランク上がっていく可能性があるんで、だから俺もそれは経験してるし、はい、安泰って思わせるとどうしてもどっかで隙が出るんだね、はい、もうかなり阿部監督もメディアを駆使していろんな作戦を、ね、まあ、シーズン中本当にそれを使うのかっていうのはありますけど、例えばもうピッチャーにもゾーン内で勝負しろって言って、先日も試合中にちょっと配球の面でこうサインを出すようなシーンがありましたけど、はい、ね、で秋広が怒られ役みたいな、ね、メディアを使って本当に愛情の裏返しなんだなというふうには、ね、そうそうそう思いますけど、もしも、はい、佐々木選手が今もうめちゃめちゃオープン戦打ってますけど、はい、あの開幕1番でルーキーでって巨人でなってくると、あの西選手以来だそうで、1番で巨人のルーキーだと。俺はね、気になるっていうか、ここが頑張ればもうさらに優勝に近づくなと思ってるのがやっぱりね、菅野、はい、ね、この間いいピッチング、はい、まあ、してたよね、まあ、粘りのピッチングは出ましたね、はい、菅野はね、まあ、やっぱり2桁勝たないとダメよ、うん、監督はなんか10日で回していくような菅野投手に関しては、うんうん、プランも明かしてはいました。まあそれはもう勝たない。そうそう、あとは高橋嶺投手が、うん、もうこの1枚が先発なの、はい、入ってきてくれたのって、やっぱりセリーグでなかなかやっぱいないタイプじゃないですか。アンダースローの先発は、まあ、青柳ぐらいだったね、はい、うん、リリーフもあの本当にそこがウィークポイントでしたけど、私、まあ、大勢投手が開幕ギリギリ間に合うかっていうところはありますけど、ね、なんか2軍合流したっていう、はい、なんか情報は投げてますね、うん、ノーワインドアップに、まあ、あとは中川が頑張ったりね、はい、まあ、ケラー投手、はい、あと松井颯太投手がめちゃくちゃ良くてですね、シンカーめちゃめちゃいいの投げてましたし、あと堀田健心投手、はいはい、私もちょっと今年そうだよね、だからね、去年までの中継ぎとはガラッとこう顔ぶれが変わるんですよ今年、ね、はい、だから、まあ、そういうのもあって、お、なんか今年巨人来そうな雰囲気を持ってるなっていうふうにちょっと感じました。まあそんなところで、はい、まあ、セリーグでこれ見てくださいよ、順位表をね、はい、2人ヤクルト最下位、ここも揃ってるんですね、またこれパリーグと一緒で、まあ、これはじゃあもうやっぱ沖縄ですね、来年はね、謝罪、うん、沖縄、そうだね、これヤクルトがもう仮に A クラス行ったら、はい、2人で浦添に、はい、
行かないといけないですね。スワローズファンの皆さん。はい。まあ裏添えだったらまあなんだろうな。裏添えはまあ豚しゃぶあたりで。アグー豚から、うん。でも俺は来年は日本のキャンプは行かない。え、メジャー。ほぼ当たるから。あ、当てていくから。そうそう。で、謝罪に行かなくて済むと。俺はもうアリゾナ行く。アリゾナ行こうよ、来年は。いや、めちゃくちゃ行きたいですよ。来年はアリゾナから。アリゾナから。それはもう超豪華ですけど、まあこれがだから本当に、いやでも難しかったです、本当に。どのチームも楽しみですし。いや、そうなんですよ。うん、まあもう僕、毎年言ってるように、まあこれ順位つけなきゃいけないんでね、僕らは。しょうがないんで、これはまあ当たり外れっていうのは、まあこれはあることで。はい、でもとにかく最後まで本当に面白いシーズンを見ていたいんですよ、はいね、熱くなるような。そうですね、はい、ぜひ皆さんこれからシーズン始まりますけど、はい、球場で、今日はたくさん使った名鑑タップも駆使しながら、ね、楽しんでいただければと思います。そうそう、これね、そう、これね、本当に僕らも入ってますよ。エミちゃんも入ってるでしょ。入ってます。俺も使ってるもん。機内モードにしても使えます、ね。そう。本だとなかなかこう球場に、ねね、持ってくの大変ですけど、ね、これならもうすぐ携帯で皆さん見れますから。はい、まあぜひね、皆さんもぜひ使ってみてください。はい。一緒に楽しみたいと思います。さあ、はい、じゃあまあ今年もね、1年間楽しみましょう。はい。はい、お願いします、はい。ありがとうございました。こちらをですね、今私たちの携帯の中にもしっかりこのアプリが入ってるんですが、はいはいはい、使いながらいろいろと見ていこうと思います。